どうも、空調系 YouTuber ヒデさんです。今回はですね、設計事務所さんのお仕事で、5月からですね、新築工事ずっと行ってます。そちらの工事のスリーブですね、スリーブのプラスターボード、石膏ボードの穴開けの様子の動画になります。いやーもう今日もね、本当に暑かったですね。暑い中、足場に乗ってですね、今外側の養生を外して、引き回しのノコでですね、ギコギコ、十文字にバッテン切ってですね、そして後で中に移った時にですね、これを丸く穴開けしたいよということでね、今、外側から切ってます。こんな感じ。はい、次の、全部でね、何箇所だろう。1、2、3、4。4箇所ですかね。4箇所スリーブあります。で、これ60杯のスリーブで、プラスチックのやつですね。まあ、割と喧嘩版のスリーブになりますが、まあ、簡単にですね、こういった形で、カッターナイフで切れます。さあ、カッターナイフで、面よりね、5ミリぐらい出してですね、出っ張らせて、水がね、中に入らないように。それでもスリーブ結構ね、勾配取ってありますんで、雨が、入るってことはありません。そしてここもですね、十文字にプラスターボード、穴を開けていきたいよ。穴を開けていきたいよってことで、ギコギコ、ゴシゴシ、ギコギコ、ゴシゴシって感じでね、十文字にクロスしてきます。まあね、中はね、まだプラスターボード、石膏ボード貼りっぱなしで、パテ、まあ、ビス穴は目地、ビス穴のね、パテはちょっと、してあったりはしますが、まだ全然仕上がってません。大工さんもね、回り縁なんかを今、貼っていってるような状態ですね。はい、ギコギコゴシゴシ言いながらこれを切ってきます。切っていって、印をしてあげて、後で部屋打ち行った時にね、それを、その十文字からね、こう、丸く引き回しの子で、切っていきたいと思います。はい。次。ここはね、スリーブ以外にも OA。これは換気ですね。換気というか吸気ですね。吸気口の100パイになります。100パイもですね、こっちの外、屋外からですね、十文字にノコを入れてあげて、また部屋内から切ってあげると。はい。はい。ねじり入れて、ギコギコ言いながらボードを切ります。いや、でもね、本当にね、5月から始まった現場、だいぶ仕上がってきましたね。足場ももう少し、あと1週間か2週間しないぐらいで取れちゃうよってことでね、その間に、外壁周りのですね、作業いろいろですね、私電気工事もやってますんで、コンセント関係ですとかね、外の足場がないとできない作業を今のうちに逃げておきたいってことでね、今日来ました。で、今切っているのがスリーブの外側からですね、プラスターボードを切ってるということですね。はい、ゴシゴシ、ギコギコやりながら。まあね、ちょっとね、今日はね、くるくるトントンありません。残念ながら。申し訳ない。くるくるトントンありません。ノーくるくるトントンということでね。スリーブをひたすら切って、部屋打ち行って、プラスターボードを切ると。そういった作業、地味な作業になります。で、今日ね、他にね、コンセントの、ボードですね。ボードの開口なんかも行いました。はい、こんな感じで5ミリぐらい、壁面からね、出してあげます。はい、そしてこれがね、換気って書いてあるけど、これ吸気ですね。吸気、OA。あ、違う、吸気じゃない。ここはね、エアコンの穴、スリーブの穴です。はい。そして、ちりとりで受けながら、ホコリを受けながら、ゴシゴシ、ギコギコやりながら、ゴシゴシって言わないですね。ギコギコやりながら、ボードを切ってると。映ってるかなって感じで、今確認して、撮影しております。まあ、今日もね、部屋うちね、暑かったです。窓のところにね、ちょうど養生がかけてあってですね、窓を全開に開けれないっていうことで、汗ダクダク、汁ダク状態で作業してました。まあもちろんね、この空調服があるんで、それでもね、まだいいよっていう感じですね。はい、そして粉がね、舞い散らないように掃除機で吸って、OK。はい、頭がぺっちゃんこになってますね。さっきまでヘルメットかぶってたんで、かっこ悪い。ちょっと髪型を気にした方がいいですね。そして、ここがエアコン。エアコンのコンセント。エアコンのコンセントの開口は、これ。この穴開け、小判の穴開けですね。これで穴開けていきますよ。で、コンセントボックス仕込んであって、その真ん中にね、磁石を入れてあります。その磁石を感知してくれます。これでね。このセンサーで、いいですか？これね、大工さんね、印してくれてあります。ありがとうございます。本当に。まあ、それでもね、寸分たがわぬ精度で、はい、ここで、はい、あれ？印がつかない。おかしいな。もう一度。はい、赤くなったところがそのポイント。はい、ここ。はい、ここ。あ、ここ、ずれちゃう。はい、ここ。ポチポチポチって押すと、はい、印できました。ここで、ここね、この印に、この小判のね、これね、ちなみに右回転じゃなくて、左回転でドリル回転で回して使いますよ。はい、今ね、ドリルをね、左回転で回すと、この刃がね、右回転回って、切れると。はい。そして、ここのポイント、十字のところに、先っちょがね、とんがってるところがあります。そこを合わせてあげて、左回転で回すと刃が切れ方向に回ります。右に回ります。それで切れると。小判型に切れるよっていうことでね。よいしょ。いいね。切れましたかね？切れたかな？あれ？まだ切れてない。もうちょいって感じでね、奥までいっぱいまで切ってあげて、はい、ぐいっと。あれ？切れたかない？いやー、もうね、このね、道具ね、あるのとないのとでは大違いってことでね、これいっぱいまで切れませんでしたね。刃の出をもう少し出してあげればいいんですが、はい、こんな感じ。はい、こんな感じで切れたよっていうことで、今日ね、ずっと穴開け、この後も行ってきました。熱い。うん。一応こんな形でね、綺麗に、真ん中についてるのがね、これ磁石になります。最後までご視聴ありがとうございました。ご覧のようにですね、エアコン工事ヒデさんエアテクチャンネルでは、エアコン工事にまつわるですね、電源工事も行っております。このチャンネル面白いなって思った方、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、私がやる気出るように、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。